こんにちは、サワトラです。今回はこちらですね、昨日のドルマ属性強化に引き続き、バギ属性強化、こちらの地獄級ですね、オート周回ができるパーティーができましたので、そちらの紹介をさせていただこうかなと思います。はい。で、パーティーに関しては、昨日と一緒ですね、ドルマの地獄級と全く同じパーティーで周回が可能になってまして、まあ、昨日の動画見てない方のために改めて紹介させていただくんですけど、まず煉獄町のリーダースキルを使っていきます。こちらの敵のメラ耐性 25% ダウンを使って、残り全部メラでサブを染めるっていう感じですね。で、理想パに関してなんですけど、理想パはこのスターキメラの枠を二軸弱ですね、こちらの二軸弱に変えていただいた方がより安定します。ただ一応持ってない方がいらっしゃるかなっていうのと、少しでも編成難易度を下げるために僕はあえてスターキメラでやってるので、持ってる方はぜひ二軸弱でやってみてください。で、あとこのパーティーの順番なんですけど、左から煉獄長、竜王、スターキメラ、アームライオン、ドラゴン、この順番は絶対にこの順番でやっていただきたくて、理由が、まあ、後でオートでやってるところをお見せするんですけど、スターキメラがいい感じに壁になるのと、アームライオンがちょっと削ってとどめを刺さないといけないやつに動ける範囲でちょうど配置されるようになるんですよね。なのでぜひ配置もこちらでやってもらえるといいかなと思います。実際にやっていきます。で、この順番でセットしていただいて応答を開始してもらうと、一応こちらですね、こういうクエスト始まってこの配置になります。なので、あとはもうオートで放置するだけなんですけど、まず灼熱を打ちまして、ちょっと削る感じですね。で、この、敵がちょうど攻撃ができない範囲に行くんですよね。で、アームライオンがここにいるんで、しっかり処理してくれまして、敵の攻撃を一発もらうって感じですね。で、こうもらってアームライオンを倒れちゃうんですけど、で、分回しが入ります。で、煉獄魔弾ですね。これで、ちょっとまあ、オートによって最初の狙いが変わるんですけど、アームライオンか竜王は絶対生き残るようにこの配置だとなってます。で、集中攻撃をもらうことがないので。で、これで、処理していきまして、呪文封印ですね。で、このメラ系に関しては、しっかり耐性が、バギは耐性があるやつが周りに行くようにしっかり調整が入ってるので、まあ、火ダメは結構抑えれるって感じですね。で、3ターン目。煉獄長で、あともう敵ボスだけなので、集中攻撃で狙っていくんですけど、メラですね。で、ここで竜王がしっかりまた踏ん張ってくれて、激しい炎と、竜王の煉獄魔弾ですね。これで削っていきます。で、今回暴走が出たので、ちょっと早めに終わったんですけど、まあ、こんな感じで安定して回せますよっていう感じです。なので、一応、バギに関しては、ワイトキングとかの、まあ、スキル強化でかなり使うと思うので、まあ、周回するときできればこのパーティー組める方は、ぜひやってみてください。メラ系ですね。メラのオート周回もできるようになりましたので、パーティーちょっと煉獄長とか使わなくなっちゃうんですけど、そちらの紹介を次回はできたらなと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。これからもドラゴンクエストタクトの動画ガンガン上げていきたいなと思っていますので、一緒にドラゴンクエストタクト楽しみましょう、盛り上げていきましょうって方はチャンネル登録、高評価ぜひぜひお願いします。と、昨日更新してる分でファミ通さんの記事僕が担当してる分リンク貼ってますので、そちらも読んでいただけると嬉しいです。バイバイ。